はい、どうもすいません。黒川さんのですね、黒川敦彦さんですね。私は黒川敦彦さん、相当以前からね、オリーブの木で見てたんですよ。オリーブの木でですね。それで、変わって、翼に変わって、その辺り、そんなたくさん見てないですけどね。見てたんです。結構見てたんですよね。相当前ですよね。で、トランプのことね、一生懸命やってくれてたからですね。これは、だから、20万ぐらいいたからね、フォロワーが、チャンネル登録者がですね、いたので、相当な方に支持されてたんですけど、なんかどうなったの、崩れちゃったんですかね。なんかわかんないですけども。で、現在もどうなってんのかわかんないですけど、なんか1億円の借金がなどうたらこうたらとかちょっと前に出てましてね。それで、それは、ともかくですね、それをみんな、知ってる方は知ってますのでね、興味のない方は何も知らないですね。私も別に何か知ってるわけでもないですけれども、トランプのね、今トランプどころじゃないですよね、この で、参政党の前でなんかどうたらこうたらやっても、参政党をやっても、何やってんだか分かんないですよね。だからやらされてんのか分かんないですけど、もっとね、だから前みたいにトランプをやってほしいですね、こうね、もう世界的なに世の中がどうなってんのかっていうのをやってほしいんですよ。参政党なんてどうでもいいんですよ、もうこんなだけ出てんだから、名誉朝鮮人って出てんですからね、名誉朝鮮人ですよ。一宮病院だっけな、一宮病院とか、なんだか、あとね、あの人もね、絡んでんじゃないですか、ほら、内海さんね、内海さんも絶んでるしね、なんかね、高額な機械がどうたらこうたらってね、言ってもしょっちゅう出てくるから、そのもうラプト理論とかそういうのがいっぱい、いろんな人がね、チャンネルズもね、やってくれてるかもしれないですね。ちょっとね、また見てみたいと思いますけどね。昨日一本見たんですけどね。日航機のやつがね、出ましたね。で、宇宙人がやっぱね、宇宙人なんですよ、結局ね。思考の操作なんですよ。それ前の動画で喋ってるので、再生リストに入ってますので、あとはね、南へ明日あるレディオさんとかね、聞いていただくとね、わかると思うんですよ。他にもね、いろんな方がね。ああ、そうだ、アスカさんもね、レプティリアンって出てたんでね。で、アスカさん。チャゲ&アスカさんね、レプティリアンって出てたんで、それ、あれあれ、今動画にあれ記録しましたんで、チャゲ&アスカさんね、アスカさん、ずっとね、注目していきたいと思います。ね。ヘブニーズさんはね、トランプって言うんだよね。だから、あれがね、ちょっとね、だからヘブニーズさんはね、ほどほどなんですけどね、私はね。なんでトランプなんだっていうね。トランプって、アスカさんもトランプってちょっと言ってたけどね。トランプってね。トランプの話はね、もう今までいっぱいしてきたんで。それでですね、この火曜マリノさんってここにあれしてあるんですけど、750万円なんですけどってね、かっこ税抜きって、すげえなーと思ってですね、時計のね、記事をね、ここ書かせていただきましたね。この火曜マリノさんっていう方がね、しょっちゅう出てくるんですよ、黒川さんのね、ツイートに出てくるんですよ。で、しょっちゅうっていうか、何回目かですけどね。別に、この人に興味ないし、司法書士さんですよね。で、立花さんの、なんかわからないですけどね。
そういうことが出てくるんで、まあ、そんな興味ないんですけど、でも、まあ、こういうお金がですね、税金だったらね、多分税金なんですけど、で、それね、昨日もね、昨日も一昨日か、動画撮りましたんでね、それ、この再生リストに入ってますね、私のね。はい。それから、政治家48の、再生リストにも入ってますんで、はい。まあ、ご興味のある方はね、はい。まあ、黒川さんのツイートを見てもいいですしね。あとね、昨日のなんとかっていう、紅葉さんっていう方のかな。あの方もね、これからなんかね、もうボロボロ出そうですね。ボロボロ出そうですね。それで、なんか大津さんを訴えるとかなんとかってね、大津さん側とは和解しましたとか書いてあったんだけど、よくわかんないですね。意味がわかんないですね。どうなんだろうね。なんでしょうね。何やってんでしょうね。税金だと困るんですけどね。困りますよね。困らないですか、別に。もうやめてほしいですね。すごいですね、このなんとかって、フランク・ミューラーっていう時計、750万円。すげえな。で、車1台ですよね。高級車1台分ですね。そんなのもお持ちなんですよ。だから、月収いくらなんでしょうね、月収がね。そしたら、まあ、この火曜マリノさんって方をね、支持してる人も、まあ、いっぱいいるんですよ。だから、そうはね、なんでかわかんないですけどね。わ かんないですけどね。私はね、もうこの三角ピラミッド社会がね、嫌なんでね。そういう話をいっぱいしてきたんですけども、はい。まあ、三角ピラミッド好きな人はね、それでいいと思いますけどね。それは、まあ、南へ足たるレディオさんのおっしゃられる通りでね。もう私はね、もう人生苦しかったので、もう小学生の時から苦しかったんですよ。本当に。だから、早くね、まあ、このゲームならゲームをね、終わらせていいんですけど、なかなかね、終わるわけにもいかないからですね。死ぬったってね、死ぬなんてちょっとね、ちょっとね、もうできないですよね。やっぱね、する必要もないし、こうやって喋ってる方がいいかなと思ってですね、ずっとやってんですけど、そしたらね、動画が消えてね、3万本切りましたんでね。まあ、750万円の価値はないと思いますけどね。ああ、でもね、あれですよ。キャプテンウルトラ1100回になってどうもありがとうございますね。キャプテンウルトラね。3と4も見たんですよ。3と4もね。またね、録音したいと思いますけどもね。はい。あ、昨日のなんだ。あれ、森ゆきさんも上がってですね、上がっててすごいですね。どうも、ウルトラ、あ、キューティーハニーか。キューティーハニーとウルトラセブンね、100回超えていただいて、ありがとうございます。はい。ね、750万円、750万円ってすごいですね。はい。これね、記事をまとめましたんで。で、その時計を見てですね、これ何時なんだっていうコメントがあったんで。面白いなと思うんですけどね。すごい高級な時計なのに何時か分かんなかった。私も分かんなかったね。チラッと見てですね。もう、笑っちゃいますね。時計、まあそもそもですね、時間は存在しないっていうね、時間は存在しないっていう動画いっぱい出てるじゃないですか。時間は存在しないですね。まあ私はまあそれはあんまり言ってないんですけどね。まあ前に1本か2本か撮りましたけどね。時間は存在しないっていう動画いっぱい出てるんですよ。まあ、あとね、量子力学とかね、あと時間は伸び縮みするっていうですね。それはアシュタールレディオさんに出てくるんですよね。まあ、あと本読みたい方は図書館でね、借りていただいてね、図書館で借りれば、0円です。みんな0円ですからね。とにかく0円のものをですね、どんどんなんか増やしていけばですね、
支配者をね、倒せるっていうかですね。あとは通貨発行権、通貨発行権、通貨発行権、権利、権利、利権。これに該当しない、中央銀行とかそういうのはでよく出てるじゃないですか。そういうのに該当し、関係ない新しいお金がね、できればいいんですよね。まあ、あるいはお金っていうものを全部なくすかですね。それ方法はわかりませんけどね。まあ、私はですね、タバコ代0円っていうのをずっとね、もう何回も録音します。iPhone14、路上で投げ売り、路上で投げ売り、もう10円か20円か100円か知りませんけどね。だからそんなもんなんですよ。で、電波は無料。テレビの電波は無料。ラジオの電波も無料。で、インターネットそのものも、家庭で作れると思うんですよ。で、個人がですね、インターネットそのものの電波をですね、Wi-Fi とかじゃなくてね、それをもうこれにもちょっと入れさせていただきました。あとはね、フリーエネルギーね、あれも出てるしね、人工石油だっけな、10円から14円とか出てますしね、車とバイク水で走りますしね、そんなにいっぱい出てますね。あと、電気っていうものをやめたらいいんじゃないかっていうね、動画がどんどん出始めてるので、電気じゃないですね。新しいエネルギーですね。電気っていうのは非常に効率が悪いそうですよ。だから新しいなんかね、エネルギーが、なんか出そうですよね。それをね、こう言ってればね、出てくると思うんですよ。言ってればですね。電気以外になんかあるの？ってこう思うじゃないですか。あるんですよ、きっとね。だから人間っていうのは何も知らないんですよ。誰もね。まあこうやってね、なんか偉そうなんですけど、こういう方々もね、偉そうだけど、人間レベルではですね、何も分かってないんですよ。何もですね、波動エネルギーとかですね、量子力学とかですね、まあ量子力学っていうかね、あれの、元素の話はね、キューティーハニーでしましたんでね。元素ですね。あと何ですかね。まあ、いっぱいね、今までやってきてね。嘘の話もいっぱい入れてありますしね。私のピヨピヨのね、あれにね、入れて、このチャンネルにも結構入れてます。あるんでね。和歌山カレー事件とかね、浅間山荘とかね、3億円事件とかね、相模原の津久井やまゆり園とかね、オウム真理教とかね、みんな、オウム真理教です、あれなんかね、クライシスアクターのページにね、私の、あれ、オウム真理教だと思うんですけどね、あれ、もうね、だから出てんですよ。あれ違うのかな？あれ違うのかな？わかんない。まあ、もう、もっと探せばいっぱい出てますよ。みんなブログに書く人は書くからですね。まあそんなんでね、まあ別に、まああとチャンネル ZOO を見てもいいですしね、いっぱいね、チャンネル ZOO ですね、あと、いろいろ、まあそれよりもですね、楽しく暮らす方法がね、超次元ライブの最初の方とかですね、最初の方ですね、一番最初ですよ、あと何ですかね。そういう感じでですね。750万円の時計って壊れないんですかね。スマホ、時間がないそう。時間がない、存在しないって話をしてたんですよね。だって時計スマホについてるじゃないですか。ね。で、iPhone14 投げ売りですよ。だから750万円の時計の価値っていうのは何かなっていうね。わからないですね。それはね。まあ、そういう人の価値観ですけどね。まあ、それを見てね、すごいなっていうかね。私はなんかね、別に興味ないからですね。これ負け惜しみとかじゃなくて、まあ、負け惜しみもまあ、ないとは言えないですけどね。ない。でも、やっぱ基本的にはですね、まあ人が人を支配するっていう、この三角ピラミッドが全部嫌なんで、本当に小学生の時から苦しかったんですよ。ね。本当に。私、歯が、
歯が悪いっていうか汚かったんで、汚いんですよ。それでいじめられてですね、それはね、もう、私のせいではないわけですね、これだけはね。これ親のせいなんですよ。だって子供には何にもわからないですからね。だから、まあ直感力がなかったのかな、どうなのかね。わかんないですけどね。あと、まあ親は薬のせいだとか言ってたけどね。まあわかんないですけどね。まあ薬だってね、いっぱい出てますからね、話がね。顔全部が薬の、写真があるんですよ。それがずっと貼ってあるんですよ、私ね。副作用みたいなね そういうことでですね、まあ、そういう写真とかね、それちょっと書きますかね、ツイッターにね、書いておきますかね。まあいいか、ね。まあ、病気の話をね、いっぱいやってる人もいますしね、ツイッターにいっぱいいますからね。まあ、病気は私興味ないので、あれが転移するっていうじゃないですか、転移ってね。それは嘘ですね。完全にね、ブラックジャックでも、これまたね、まあいいか。転移するってのは嘘ですよ、あれは。嘘ですよ。完全に嘘。転移なんてしないですよ。しないですよ。細胞は何か、だから古くなるっていうだけですよね。老化するわけですよ。で、新しい細胞が生まれ変わるっていうだけのことですよね。だから病気じゃないんですよ。病気じゃないんですよ。あとは添加物とかね、そういうのですよね。添加物ですよ。添加物ね。あとマーガリンは誰も、アリさんも食べないとかね。マーガリンって相当ひどいらしいですね。これも何回も言ってますけどね。はい、ということで、これタイトルどうしましょうかね。あとね、まあ、こんな話はどうでもいいんですけどね。この時計の話はね。まあ、黒川さんのツイッターよりぐらいにしときますかね。タイトルはね。面白いですよ、でもね。わかんない。一番面白いのは何時なんだって。750円の時計が何時なんだっていうのが面白かったですよ。だから、なんか見方があるのかもしれないですけどね。まあ、この方はどうですかね。なんか、あんまり、この一行でね、750万円なんですけど、この一行でね、こうなんかね、こう人格っていうかね、そういうのがこう出るわけですよ。出るわけですよ。出るわけですよ。ね。そういう、もう人間性とかそういうのね、いいとか悪いじゃないですよ。いいとか悪いじゃないですよ。いいとか悪いじゃないですよ。いいって支持してる人もね、いっぱいいるわけですね。私はあれなんですけど、面白かったから今こう喋ってるんで。ということで、これがね、またね、コメントがね、コメント見てないですけど、コメントも面白いと思います。はい、どうも、長くなっちゃった。 まあですね、それより野草の勉強した方がいいですね。野草ブームですからね。タバコ代0円、野草ですよ。あとそういうね、自分で栽培する話とかね、いっぱい出てますからね。そうそうそう。あ、そう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 。本当になんかペットボトルとかそういうのでね、自分で野菜とか作れるんですよ。そしたらね、それだけ、それ作った分ね、お金かかんないですしね。楽しいですしね。はい、どうもすいません。失礼します。